ジョンダンカン・バルクリーはアメリカ海軍の軍人最終階級は中将。名誉勲章受賞者バルクリーは魚雷艇の性能改善や運用方法戦術の考案などに深く関わり第二次世界大戦のほぼ全期間にわたって魚雷艇と共にあった太平洋戦争初期のマッカーサーのフィリピン脱出の実質的な指揮を取りその功績により名誉勲章を授与された 対戦後半はヨーロッパ戦線に転じて魚雷停隊を指揮した。また、バルクリーは最も多くの助訓を受けた海軍士官の一人としても記録されている。大義時代のバルクリージョンダンカンバルクリーは1911年8月19日、ニューヨークに生まれる。後にニュージャージー州ハケッツタウンに家族と共に移り、ハケッツタウンハイスクールを卒業する。バルクリーは、 海軍兵学校への進学を志すが、自宅のあるニュージャージー州からの推薦が得られなかったため、テキサス州の推薦を得て入学した。1933年にアナポリスを卒業。卒業年次からアナポリス1933年組と呼称された、この世代からはクイーンフィッシュ艦長でマル事件の一方の当事者、チャールズ・イ、e、ーラフリン、アーチャーフィッシュ艦長として、 日本海軍の航空母艦、シナノを撃沈したジョゼフ・カイエンライト、ハリバット艦長を経て、大将に上り詰めた、イグナティス・ジェイ・ギャランティンなどがいる。ただし、予算に制約があったため、クラスの上位者のみが卒業後の地位が保証され、海軍に入った。バルクリーはこの、古いにかけられたこともあったのか、かねてから工学に強い関心を寄せており、また、アメリカ陸軍航空隊にも入隊して、 もう訓練に明け暮れた。一年後、フランクリン・ルーズベルト大統領と議会は海軍の増員計画を認可し、これによってバルクリーも海軍に入ることができ、従順洋艦インディアナポリスに配属された。バルクリーは早い段階から一風変わった才能をもってリーダーシップがあることを海軍内に認識させた。正位に成り立ての1930年代半ば、バルクリーは ワシントン DC を往復する汽船の個室から、中米日本大使のブリーフケースを回収し、海軍情報部に提出した。この大胆な行為は叙勲までには至らなかったものの、アジア艦隊所属の中国沿岸の失踪する幽霊との異名を持つ、法官サクラメントの機関長に任命された。中国に赴任したバルクリーは、イギリス駆逐艦、ダイアナ艦上で開かれた。 ディナーパーティーに招待され、そこでイギリス人女性アリスウッドと知り合った。当時の中国は第二次世界大戦勃発後、バルクリーはアメリカ本国へ帰還し、フロリダ州キーウェストで魚雷艇の各種実験に関わることとなった。ルイズベルト大統領から名誉勲章を授けられるバルクリー1941年8月、中位に昇進したバルクリーは、 第3魚雷艇隊司令の職に選ばれ、フィリピンに赴くこととなった。当時、キーウェストでの実験には、バルクリーともう一人の士官が関わっていたが、どちらかが必ず、フィリピンに赴任することになっていた。また、日米関係が緊張している時期であったため、バルクリーは司令の職を命じられたと同時に、対応臨戦体制に保っておくことを命じられる。マニラ業のタンカーに、 タイの魚雷艇6隻を搭載し、戦場でも訓練を欠かすことはなかった。フィリピンのアメリカ極東陸軍を率いていたダグラス・マッカーサー陸軍大将は、金々フィリピンの島々の警備用に魚雷艇を200隻揃えることを希望していた。バルクリーと共にやってきた6隻がその第一歩となったわけであるが、200隻は途方もない数であった。6隻の他に、 別の6隻が追加派遣されるはずであったが、太平洋戦争海戦には間に合わなかった。ともかく、フィリピンに着任したバルクリーは、マッカーサーの命により魚雷艇の使用計画プランを作成したり、現地のフィリピン人乗組員に魚雷艇の運用方法を教える職務に就いた。ところが、バルクリーは、マッカーサーとアジア艦隊司令長官トーマス・シーハーと、 大将が見守る中で行われた演習で、魚雷艇が警備のみならず攻撃にも十分使える戦力であることを立証してみせた。このことは、マッカーサーのフィリピン脱出時における脱出手段の選択の伏線となった。極東陸軍とフィリピン軍はバターン半島に立てこもって日本軍を釘付きにしていたものの補給が途絶えて、流行病も蔓延し、マッカーサーや主だった爆僚が、 これヒドール島にこもったままで前線の指揮も低下しつつあった。そのさ中の1942年2月、ルーズベルトの指示によってマッカーサーはオーストラリアへの脱出を決心する。ルーズベルトやジョージ・マーシャル陸軍参謀総長、現地の幕僚は脱出の手段として潜水艦の使用を念頭に置いていた。ところがマッカーサーは大方の予想に反して魚雷艇での脱出を 選択する。マッカーサーに兵所恐怖症の気があったこともあるが、前日の開戦前にバルクリーが行った演習で、魚雷艇に深い理解を示していたことが決め手となった。バルクリーはアジア艦隊の残存の爆量から、魚雷艇で500マイルから600マイル程度の航海が可能かどうか問われると、自分の能力と艇の能力に十分自信があったこともあり、全く問題ない。 簡単にやれますと答えた。バルクリー自身、公開の内容が、マッカーサーの脱出計画であることをうすうす気づいており、マッカーサーに呼ばれてマッカーサーを呼び、ジーン夫人を乗せて巨来艇での短時間の公開を行った後、マッカーサーから3月15日までに、ミンダナオ島経由でオーストラリアへ脱出する計画を正式に打ち明けられ、全く問題ありませんと返答した。 各して魚雷艇での脱出撃が始まることとなり、バルクリーが直接指揮する PT-41 には、マッカーサーとその家族、リチャード・サザランド参謀長など、計8名が上艇した。バルクリーは、沿岸部を進めば、日本海軍の艦艇がいるだろうと予測し、その目を避けるため外洋に出て、ミンダナオ島へ向かうコースを選定。3月11日20時に、 これヒドール島を離れて、ミンダナオ島に向かった。3月12日に、空洋諸島、タガヤン島で昇級死した後、3月13日に。なお、バルクリー及び魚雷艇隊の一連の働きの陰には、バルクリーの着任以前から、魚雷艇の有用性をマッカーサーに説いていた、シドニーハフリク軍中佐の存在も大きい。バルクリーはマッカーサーを脱出させた後、 1942年9月まで南西太平洋軍で魚雷艇の指揮を取った後、アメリカ本国に戻り、ロードアイランド州ポーツマスの魚雷艇訓練センターで第二魚雷艇隊司令として各種実験に関わっていたが、1943年9月から1944年3月までは病気のため休職した。病気から回復後は第二魚雷艇隊を率いて、 ヨーロッパ戦線に参加し、1944年6月のノルマンディ上陸作戦でのユタビーチの戦いに参じ、ドイツ海軍の魚雷艇 E ーボートの攻撃から上陸部隊を守る一方、上陸作戦で沈没した護衛駆逐艦、立地駆逐艦、コリー総海艇、態度の乗組員の救助作業を行った。1ヶ月後には南ヨーロッパ戦線に移り、 ドラグーン作戦のさなかの8月17日に起こったら、塩田の戦いでは、駆逐艦、エンディコットと共に、イギリス海軍の2隻の砲艦を攻撃してきた、ドイツ海軍のコルベット2隻を迎撃して撃沈した。ラ・シオタの戦いで、バルクリーは終始主導権を握り、私は他に、その後、バルクリーは、スタテンアイランドのベスレヘムスチールで建造中の、駆逐艦、 ストライブリングの監督のため、アメリカに戻り、1945年9月29日の講師運転では、ストライブリングを創刊した。対戦終結後、バルクリーは1946年7月から1948年5月まで、アナポリスのスタッフとなり、1949年7月までは、第二水陸両用汚染部隊機関の揚陸式官、マウントオリンパスの艦長を務めた。 1949年8月から1950年1月までは、ノーホークのアメリカ統合軍幕僚学校を受講し、国防長官のオフィスにも配属された。また、核兵器の研究と開発のための原子力連絡委員会に入り、兵器部門のチーフとなる。1950年に勃発した朝鮮戦争には1952年から加わり、 1952年10月から1954年3月の間に第132駆逐軍司令と第5巡洋艦部隊参謀長を務めた。朝鮮人民軍と中国人民志願軍が有力な艦艇を持っていなかったため、もっぱら艦砲射撃に従事。朝鮮戦争で朝鮮人民軍はアメリカ海軍艦艇に深刻な損害を与えることはなかった。 朝鮮戦争の休戦後、バルクリーは1956年1月から1958年3月にかけて統合参謀本部入りしてワシントンに詰めるが、1958年3月から9月の間に給油艦、トロバナの艦長を務めて、ロングビーチ沖におけるディープドラフト任務に従事し、人事局勤務としてワシントンに戻るも、1959年2月に、 会場勤務に復帰して、第12駆逐部隊司令となった。1960年代初頭、バルクリーは、テネシー州、クラークスビルの原子力関連施設を防衛する、海兵隊の警戒心をチェックするため、隠密裏に施設に忍び込むという任務を行った。バルクリーは、昔ほどのキレがなかったため、検知されないよう忍者調のスーツを着込み、暗くなってから施設に入り込んだ。 おとりとして、トライアンフ TR3 と、銀塗りした PT ボートを施設外に配置し、海兵隊はこれらに引き付けられたおかげで、任務は成功した。その後は、PT-109 艇長として、第二次世界大戦を戦ったジョンカイケネリ、大統領によって少々に昇進し、1963年12月12日付で、キューバのクアンタナム基地司令官となる。 クアンタナモでは炭水化装置の導入を進めた。そもそも、1961年のピックスワン事件、以来険悪になっていた、キューバ領内の基地上キューバ側は水の手を立つ妨害を試みており、実際に1964年2月6日に送水が立たれた。キューバ側はさらに、アメリカ側が水を盗んでいると繰り返し、宣伝放送を行っており、これに対して、バルクリーは、 基地内の水道を自主的に破壊することに決め、公開の上破壊して、盗んでいるという宣伝を沈黙させた。これが炭水化装置の導入の理由であり、装置は1966年7月26日に完成したが、バルクリーはその前の1966年6月14日付で、グアンタナモの任から離れた。帰国後は1966年6月から1年間。 地中海に展開する第8巡洋艦、駆逐艦部隊司令官を務め、1967年からは、ワシントンの海軍検査、調査委員会の委員長となった。委員長在任中の1974年あるいは1975年に一度退役するが、委員会のために、直ちに現役に復した。1988年に、バルクリーは55年に及ぶ、 海軍生活に別れを告げて退役。1996年4月6日、バルクリーはメリーランド州シルバースプリングで84年の生涯を終え、軍装の礼をもってアーリントン国立墓地に埋葬された。この時点で、バルクリーの軍歴に輝かしいページを加える貢献をしたマッカーサーやその幕僚、いわゆるバターンギャングは判明している分については全員他界しており、 バルクリーは、バターンギャングを知る最後の生き残りの一人であった。バルクリーはその軍歴の中で名誉勲章、海軍十字章のほか、主勲十字章、海軍主勲章、シルバースター、V デバイス付きレジオン・オブ・メリット及び、パープルハート章を、各二度受章し、三度の戦闘賞リボン、フランスのクロワ・ド・ゲール勲章及び、フィリピンの主勲行動聖章その他を受章した。このうち、 名誉勲章の勲記は以下の通りである。名誉勲章勘定1941年12月7日から1942年4月10日にかけてフィリピン海域での第三魚雷停滞指令として突発的な英雄的行為、目立つ勇敢さと義務の遂行ぶりを発揮した。バルクリー調査は補給が見込めない4ヶ月と8日間にわたり注目すべき数の日本の敵機、 水上艦船及び商船に打撃を与えて敵兵力を分散させる顕著な成果を出し、また彼の部隊のメンテナンス体制はこの戦争においては前例のないものだった。彼のダイナミックな力強さと攻撃ぶり、また彼が用意周到に計画したプランとそれに基づく巧みな攻撃方法はユニークな基地と創意工夫。 それに勇敢で大胆な乗組員によって紡ぎ出され、彼はその中の決出した指導者であった。以上に挙げた資質は、彼の我が身を顧みない行為と、相まって、アメリカ海軍に対する最大の信用を反映する、ものである。ニュージャージー州道57号線のうち、マンスフィールドを通る部分が、アドミラル・ジョン・ D ・バルクリー・メモリアル・ハイウェイと命名されている。また、 2001年収益のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦の34番艦バルクリーはバルクリーを記念して命名された。1945年公開のコレヒドール戦記ではロバート・モンゴメリーがバルクリーをモデルにしたブルックリー単位を演じている。映画ではジョン・ウェイン、ドナ・リード、ワード・ボンドラが戦友役を演じている。シドニー・ハフ。 1894年カリフォルニア生まれ、海軍に入隊してアジア艦隊勤務となるも1936年に病気のため退役。その後、マッカーサーによって陸軍士官となって専属副官に任命され、1963年に亡くなるまで短期間外れていた時期を除いて生涯専属副官の座にあった。ジーン・マッカーサーに気に入られていたが、 女性関係が派手なことを理由に経営されていた時期があり、この時期とマッカーサーが1951年に GHQ 司令官を解任されてからの3年が短期間外れていた時期に相当する。最終階級は陸軍大佐、マンチェスター P318 などでの故障、バターンボーイズなどの故障もある。軍人以外では、例えば、 ジーン・マッカーサーが2000年に101歳で亡くなっている。ありがとうございます。